そして昨日人出が感染拡大前の 68% まで回復した松島町では、平日の今日も観光客の姿が見られ、活気が戻りつつあります。こちらの通り沿いのお店はほとんどが営業を再開しています。平日にもかかわらず、ご覧の通り観光客の姿が戻ってきています。松島町では12日から遊覧船の運航が再開されたことを受け、およそ9割の土産物店や飲食店が営業を再開しています。こちらは笹かまぼこを製造している会社が運営している土産物店です。今日新たに考案した土産物の笹かまぼこが店頭に並べられました。この商品の特徴は、パッケージに県の了解を得て瑞巌寺や塩釜神社など県内各地の文化財が描かれている点です。こちらの商品のパッケージに記載された QR コードを読み込みますと、松島をはじめとした県内の文化財を紹介するホームページにアクセスすることができます。この商品には、宮城、松島を忘れずにまた来てほしいという思いを込めました。今後本格化するお中元商戦で全国に一つでも多く発送し、宮城の魅力を PR したい考えです。パッケージを見て、松島に来てみたい、宮城に来てみたいって思っていただき、さらなる宮城の観光活性化になればいいなと思っております。